決める。私の胸で眠るといい。はっ、つらら貫く。少しは綺麗になったかな。なあエコ、どこへ導かれるんだろうな。わからない。最初の光の戦士に会うらしい。俺に説教でもする気かな。修行が足りん、真面目にやれとか。ダメ、私には何も言えない。お前怖いのか。だって介入を受けたのは、招かれたのは君だから。私が余計な口出しをして君の運命を狂わせてしまったら。ああ分かった。いやよくわからないが、とにかくここでの出来事に関わるのが怖いんだな。それならしばらくおとなしくしてろよ。ここでは俺の目で見て俺が考える。お前の導きがなくても何とかするから。ごめんね。受けて立ちましょう。生き延びてみせる。たどるべき道は決まった。定めに逆らう意味はない。こうして若者をご案内するのは実に久しぶりです。前はどんな奴だったんだ。あなた同様ブランクですよ。見た目のことを聞いたんだ。おや、ご存知ありませんでしたか。我らモーグリには人間の顔の区別はつきません。ただ人それぞれ輝きが違いますので、それでわかるのです。モグやモーグもそうだったのか。その者たちがモーグリ族ならそうでしょうな。おかしな言い方だな。モーグリは情報を共有するはずだ。共有を望まない者もいるのです。私はミビを壊してしまいました。これはポンポン、
ただの感覚器官です。ミビは、この胸にありましたが、私はもう、モーグリとは言えません。逃がしはしない。飛んで。この戦いも俺の定めだ。来い。後がないな。クーパー。何かご質問はありませんか？そうだな。俺の前に来たブランクはどうなったんだ？ここを出た後のことは存じませんが、光の戦士にはなれなかったはずです。あと一歩のところで、カオスを倒せず、カオスを倒すのは簡単なことではありません。